おはこんばんちは、うぷ主代理ゆっくりパチュリーです。前回不毛なクイズ合戦の決着がつきました。見事霊夢が罰ゲームを受けることとなりまして、今から執行場所に移動しようと思います。どこに行くかはもうお分かりですね。それでは本編に行きましょうか。ゆっくりしていってね。勝利者ゆっくりマリサだぜ。出題者のゆっくりサナエです。敗北者のゆっくり霊夢です。とりあえず沼津に連行されるのね。まあ頑張れや。そんじゃな。それじゃ私もお前も来るんだよ。道連れは多い方がいいでしょうしね。ほら欲しかった出番よ。嬉しいでしょ。まあまずは沼津までの真っ暗の道中を実況してもらおうかしらね。それが罰ゲームなの？前座みたいなものね。ご乗車の列車は東海道線普通列車の沼津行きです。東京に到着です。なんで私まで。旅は大人数の方が楽しいじゃない。そうそう、決してマリサの代わりに引きずり込んだわけじゃないから。まあ明日も出番があるなら仕方ないですけど。はいはい、新橋新橋。あなたやる気ないわね。土曜の夜なのに一回も混んでますよね。無理やり連れてきて正解のようね。沼津着が22時21分の上に遅れも少々。明日の罰ゲームは朝早いんですか？そこそこね。熱海から先は北海道&東日本バスの範囲外だから乗車券も購入したわけね。行きとありますから明日は同じ区間を帰りで使用するんですね。わかっているとは思うけどグリーン券の種明かし。都心の普通列車のグリーン券を八戸で発行したというのがシュールですね。見慣れた品川に到着したわね。この工程自体でガラシのような気もしますが。この電車は東海道線普通電車沼津行きです。後ろ5両は途中の熱海止まりです。普通は付属編成の方を先に切り離すわよね。まあグリーン車を含む基本編成を途中でバッサリ切り落とす路線もあるけどね。それ前回まで乗車していた常磐線のことですね。しかし大盛況ね。2階はもっと混んでるんでしょうね。品川の停車時間で遅れを吸収したようね。もう極端に遅れなければどうでもいいわ。前回江戸川を通って東京にただいまってとこだったのに、こんな時間に多摩川を渡って行ってきますになるとはね。久しぶりの出番がよりによって真っ暗な中とは思いませんでしたよ。まあ明日の罰ゲームは朝からだから知らこいようだけど、今回自体罰ゲームみたいなものよね。この時間でもいろいろな欲望が溢れている川崎ね。キッズたちはぜひご両親にその意味を確認してみてね。家族会議になるからやめてください。ますます大盛況ね。横浜では入れ替わりも多いんじゃないですか。土曜でこれだから平日のことは考えたくないわね。夜でもここは鎌倉総合車両センター東神奈川派出所ってわかるわね。これだけの車両がお休みしてますしね。ここを通過したら東神奈川駅が見えるわね。ここがそうですね。そういえば大回りはいつも相模線経由だから横浜線ではここまで来ないわね。車内にお忘れ物を通し物なさいませんようご注意ください。間もなく横浜に到着いたします。横浜の夜景がお出迎えしてくれてるわ。まだまだ眠りませんものね。東戸塚オーロラシティが眩しい。東戸塚を通過。湘南新宿ラインと横須賀線は停車しますが、上の東京ラインは通過しますね。保土ヶ谷もね。横浜の端っこの中心部戸塚ね。南西部って言ってくださいよ。少しは減ってきたかしら。
だんだん下車するお客の方が多くなるわね。横浜と鎌倉の合いのこの大船駅にやってきたわ。駅が鎌倉と横浜にまたがっているからですか。車両センターの横を通り、さらに西に向かっていくわよ。横浜や大船を過ぎると少しずつ車窓の様子も変わりつつありますよね。神奈川って横浜とそれ以外じゃないの？川崎や鎌倉もあるでしょう。横浜は大都市だけど、それを除いたら千葉や埼玉とどれだけ違うのかしらね。あくまでも印象で、人口等のデータはまるで考えてませんよね。藤沢ね。小田急の車両が停車していますね。江ノ島線には2000型は入線しないから、それ以外よね。編集時に調べ直したら3000型だったわ。ついでに言うと20時52分発急行新宿行きね。さすがにガラガラね。こちらもだいぶガラガラですよ。あの急行新宿に着くのが22時前なのよね。私たちが沼津に着くより早いじゃない。そりゃあそうでしょうよ。あの急行はこっちをまたいで行って新宿に向かうわね。いつの間にか特急停車駅ずらしてる辻堂ね。まああれは元湘南ライナーですしね。茅ヶ崎ですけど、ここから相模線で引き返すこともできますね。こんな中途半端な状況で戻るなんて言うわけないでしょ。ウプ主さんの近く以外はもう赤ランプですね。まあ紙のグリーン券じゃすぐにランプが緑に変わるわけじゃないけどね。反射はどうしようもないけど、川の水面に反射する光がいい感じね。相模川を境にしてまた違った感じがしちゃいます。さらに田舎に入ったって言いたいのね。違いますよ。次は大磯です。平塚まで来るとさすがにそうは乗り込んでこないわね。お大臣は小田原まで新幹線でサクッとご帰宅よ。夜の構図に到着しましたよ。サナエが夜のなんて言うとなんかやらしく聞こえるわね。風評被害です。しかしウプ主の前に列はずっと一緒ねー。赤ランプのままだけど、鴨宮で一人増えたわね。アテンダントさんは来るのかしらね。酒和川を渡ればもうすぐ小田原駅ですね。小田原からはまた別世界に入るわね。本数も減りますし、湘南新宿系統も熱海まで行かないものかしら。E257 に置いていかれてるけど、もう小田原よ。明日の送り込みかしら。車内にお忘れ物落とし物タイム専用ご注意ください。小田原に到着いたします。取り替えの案内です。東海道新幹線下り方面は21時56分発小田原号静岡行き、新幹線ホーム13番線にお乗り換えください。新幹線なら静岡まで行けるんですね。この後に浜松行きの小玉もあるわよ。この電車の小田原駅発車は21時29分です。ご乗車のままでお待ちください。小田原には3分間停車するのね。土曜21時過ぎの小田原ですが、まだそれなりにお客さんがいらっしゃいますね。小田原に遊びに来てて、真鶴とかに帰るお客もいるでしょ。さすがに小田原じゃこんな感じだけど、ウプ主の前はまだまだ乗ってるのねー。間もなく早川お出口は右側です。わかりにくいけど、小田原だか早川で一番前にお客が来てるのよねー。日中なら海の見える根府川も、夜だとやっぱりわかりませんね。こんな時間のこんな場所にカップルもいたけどね。真鶴ですよ。本当に夜だと映せるとこないのよね。湯河原まで来ればもう熱海よ。そろそろ神奈川県ともおさらばね。小田原からここまでの間に一人だけ下車したわ。ついにここまで来たって言いたいところですが、この列車は熱海の先まで走るんですね。熱海
到着いたします。お出口は左側3番線の到着です。熱海行きの後ろ5両11号車から15号車切り離しをいたします。沼津駅ご利用のお客様、前より10両の1号車から15号車ご利用ください。あと5両11号車から15号車は回送電車になります。引き続きご乗車できませんのでご注意ください。前より10両沼津駅の発車21時59分です。ご乗車のままでお待ちください。熱海です。いよいよ夜の魔境空間に侵入したわね。いいわね。旦那トンネルでは気をしっかり持つのよ。でないと何が襲いかかってくるかわからないからね。一体何がどうなるってんですか。この時間からでも東京まで行けちゃうのねー。22時9分発の東京行きね。他の座席を見てみましょう。平屋も2階も当然ガラガラですね。熱海からグリーンに乗るお客はまあいないでしょ。解決作業もあって停車時間も6分あるから外の空気も吸えるわね。沼津の文字がある意味必要ね。自分の座席に戻ったらまだ1人だけいましたね。沼津まではあと20分ぐらいかしらね。もう22時ですよ。良い子のお休み8時半なのに。 Google 先生にも念のため確認したけどその元ネタ出てこなかったのよね。うぷ主の記憶違いとは思いたくないけど。この電車は東海道線沼津行きです。次は阪南です。それでは旦那トンネルへご案内。こんな時間の魔境にもお客がいたわね。失礼にも程がありますよ。まあここは山の中の神奈美駅だからね。確か浜松行きの後に静岡行きがあるはずよ。在来線で静岡に行く方法はいくつか残ってるわね。サンライズね。浜松までの終電に使えないこともないけどさ、のびのびでももったいないような。当日空席があればまあ。一番前のお客も沼津まで行くようね。実はサンライズの後に終電快速静岡行きがありますね。その快速を含めて静岡までなら何本かあるわね。浜松だったらサンライズね。もう遅いですが浜松光に乗れば豊橋までは繋がりますよ。次は終点、沼津です。次は終点、沼津。終点、沼津です。2番線に到着、出口は左側です。車内にお忘れ物をなさいませんようご支度をお願いいたします。引き続き、東海道線と御殿場線をご利用のお客様は乗り換えです。乗り換えのご案内をいたします。沼津から先、引き続き東海道線をご利用のお客様、普通列車の静岡行きは22時23分、乗り場は降りました同じホームの向かい側1番線です。御殿場線をご利用のお客様、普通列車の御殿場行きは22時25分、乗り場はホームが変わりまして3番線です。次は終点沼津、終点沼津です。またこの列車は終点沼津駅に到着しますと、車内点検を行い、車庫へと入ります。引き続きのご乗車はできませんので、ご注意ください。はい、お疲れ様。沼津に到着ね。夜だからカットがはかどりますね。向かいにいるのが静岡行きね。それで明日の罰ゲームをお楽しみに。今回の動画は以上となります。明日待ち受ける罰ゲームとは何なのか？なんとなく想像はついているのではないでしょうか。沼津に来たことに意味がありますねー。チャンネル登録もどしどしお願いいたします。それではまたお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。